大太騒小平は、日本の農学者、教育者。菜種の新品種、むつび種の開発者として知られる。大田の尽力により、菜種の収穫量は、飛躍的に高まった。菜種の育病場、愛知県、壁海軍カスカイ村王あざといに生まれる。中井村立中井人城高等小学校を卒業。しばらく、村役場初期や小学校準教員をしていたが、愛知県、 第二市範学校へ進学する。同校卒業後十数年は、棚尾、伊佐美、藤松、桜井等の尋常小学校の訓導として、教鞭を取った。当社印刷のパンフレット式の教科書を作り、農業関係の科目を熱心に教えたという。1927年、六尾村立農業補修学校の長谷川、和夫校長の招きにより、同校の教頭に就任。農村に住む、 人々の暮らしを豊かにするには、裏作物の充実が肝要と考えた大田は、同僚らと菜種の研究及び改良に取り組んだ。彼らが菜種に目をつけたのは、科学工業発展期にあった、当時の日本の企業が、菜種油の生産に乗り出し、専用の菜種船を使って、輸出を行い始めたこととも関係があった。大田の試みは走行。結び地区のな種の収穫量は、 飛躍的に高まり、有利な換金作物として、農民の間に受け入れられていった。1928年、むつび産業組合へ、菜種の買い付けにやってきた大阪市の吉原、貞次郎商店は、農業補修学校の研究に注目し、資金援助を申し出る。この資金によって、熊藤調査を出版。同書はその優れた内容から、 愛知県知事より農業の教科書として認可される。この頃大田は新品種、むつび種の開発に成功。1929年には、ナタネ担当たり、収穫量が4国になり、旧来の3倍に達した。その成果を、実習4国ナタネ栽培の合理的栽培法として出版するとともに、全国各地に出張し、講演を行った。こうした大田の努力は、 むつびの名を全国にとどろかせ、高松の宮信人親王、牧野信明内大臣などの農業視察となって現れた。しかし1930年12月4日、交通事故に愛37歳の短い生涯を閉じた。むつび地区と同じく、岡崎市域の南部に位置するぬかた郡福岡町では、1902年に大田公平が、 なたやげん種子、ゅし、病のとにや、生産者を回転している。生産者はその後、大田油し、株式会社となり、日本で最初に、えごま油の食用化に成功、現在も、同地で生産を続けている。また、同社の製品の一つ、なた油赤水は、岡崎市のご当地グルメ、岡崎混ぜ麺に使用されている。ありがとうございます。